豪邸とは、物的財産として、高価格な高級住宅、高額な住宅、高額所得者や貴族といった人が住むような邸宅が、呼ばれ、不動産業分野でも使用される用語である。一般的には、貴族などや、資産家が所有する、広い区画敷地面積を有し、美しい建築デザイン、豪華なインテリアデザイン、高品質の建物構造や材料、 繊細な建設プロセス及び優れた景観や照明、プライバシー確保、ゲストクラブさらに財産管理サービス付き住宅その他、生活条件の整った邸宅を指すが、こうした物件は、小建てのほか集合住宅でも2000年代以降多く、見受けられる、特定の地域において、当該地の住居が、いずれも高級住宅であれば、そのエリアは高級住宅地とも呼ばれることもあるが、 通常は実際にも高級住宅街とかして裕福な世帯、資産家、上級管理職、専門家、有名人などが多く住み着く。ブレーカーズは豪華さと大きさの点で宮殿であり金ピカ時代の邸宅の時代を象徴していた、いわゆる米国における金ピカ時代の邸宅は1870年から1900年代初頭にかけて王子で最も裕福なものにより、 豪として建てて建られていった国は、タバコや鉄道、鉄鋼、化石燃料で産業が拡大し、経済的、技術的、科学的進歩と合わせて、個人所得税制の未制度という時代と一体となって、大きな財産を蓄積するという、こうした産業、金融、商業エリートによって育てられていった。これにより、当時の著名な建築家によって設計され、 多くがヨーロッパから輸入された骨董品、家具、収集品、芸術作品で飾られた真の宮殿を建設することが可能となり、住処は非常に豊かなものになっていった。ビルトモは米国最大の家。比較的若い国のこの小さな成金の企業家市民は、自分たちを偉大な西洋の伝統の相続人と、 考えることによって自分たちの生活と幸運の文脈と意味を見出す。ギリシャ人からローマ帝国を経てヨーロッパのルネサンスに至るまでの文化的血統をたどり得ることでアメリカの上級階級と承人階級はグランドツアーの一環としてヨーロッパの大都市と地中海の古代遺跡を訪れ西部の文化遺産を収集して尊重し世界中を旅し出す。 その海外旅行でヨーロッパ貴族の領地を称賛し、自分たちをアメリカの貴族とみなし、アメリカの土地にある旧世界の住居をエミュレートしたいと考え出した。これらの豪邸は、すべて十九世紀の高等社会の社会的儀式としての寺院であり、一連の部屋が分離されて、柄のダイニングルームなどの特定の活動を目的とした空間の特殊化の結果ディナー、ボールルーム、 図書館などが備わる。こうした成功な富と権力の要塞は来客を感動させ、楽しませ、招き入れるために作られたが、同時に社会的な役割や機能を果たした。数が比較的少なく地理的に分散しているため検証は十分ではないが、大部分はフランス、イギリス、イタリアなどの時代や国も様々なヨーロッパの建築及び装飾スタイルで建てられた。 金ピカ時代の社会状況と豪邸は映画ではマーティンスコセッシュのエイジオブイノセンスに聖地に描かれている。この作品はイーリス・ウォートンの1920年の同盟の小説に基づいている。カテゴリー、豪邸を舞台とした作品を参照。も素素イ,イ,インモ元祖師バンあたいいずる長久あたい仙広州日報、2007年6月25日。 台北園系所ふさや、高級住宅といともと、ヒストリック・オークウッド。ヒストリック・オークウッド。2019年10月3日、閲覧。サーベイプラニングユニットスタッフ、オークウッド。ヒストリック・ディストリクト。ナショナル・レジスター・オブ・ヒストリック・プレイセズ。ノミネーションインベントリー。ノース・キャロライナ・ステート。ヒストリック・プリザベーション・オフィス。2015年6月1日、閲覧。 デビット・アール・ブラック、リンデン・アベニュー・アメンドメント2・オークウッド、ヒストリック・ディストリクト。ナショナル・レジスター・オブ・ヒストリック・プレイセズ、ノミネーション,ンインベントリー、ノース・キャロライナ・ステート、ヒストリック・プリザベーション・オフィス、2015年6月1日、閲覧。アリソン、H ・エイチデビット・アール・ブラック、オークウッド・ノース・アメンドメント2・オークウッド、ヒストリック・ディストリクト。 ナショナルレジスターオブヒストリックプレイ t o ノミネーションインベントリーノース・キャロライナ・ステートヒストリック・プリザベーション・オフィス2015年6月1日閲覧デビッド・アール・ブラックオークウッド・サウス・アメンドメント2オークウッドヒストリック・ディストリクトナショナルレジスターオブヒストリックプレイ t o ノミネーションインベントリーノース・キャロライナ・ステート ヒストリック・プリザベーション・オフィス2015年6月1日閲覧ありがとうございます。